モルデハイアニエレビッツモルデハイアニエレビッツは、ユダヤ人戦闘組織の司令官を務めた、ポーランド系ユダヤ人である。ワルシャワゲット法規を指揮した人物として知られる。ワルシャワ近くの美粛府の貧しい、ユダヤ人家庭に生まれた。ワルシャワヘブライ高校を卒業した後、シオニストの社会主義者青年グループ、ハショメルハザイルに参加。 1939年9月に、ドイツ軍のポーランド侵攻があるとワルシャワから脱出し、ポーランド軍がいる、東部地域へ逃れたが、独ソフカ新条約の秘密協定を理由として、ソ連赤軍も東からポーランド侵攻を開始してきたため、アニエルビッツは、ルーマニアの国境を越えて、イギリス移民党治療パレスチナへ亡命しようとしたが、ソ連軍に捕まって投獄された。 間もなく釈放されたが、ドイツ軍占領下のワルシャワに送り返された。その後、ソ連軍占領下のリトアニアのビリニュースへ移り、ポーランドからの難民として逃れてきた、ユダヤ人青年組織や政治団体に接触して、ポーランドへ帰国して、ドイツ軍占領軍と戦うことを求めた。アニエレビッツ自身も恋人のミラフックラーと共に、ワルシャワへ戻り、 1940年1月から青年グループを組織して、ハショメルハザイルのリーダーとなり、地下工作活動を開始する。月頭内で器物を作り、また地下新聞を発行した。ワルシャワ月頭の集荷場。トレブリンカ絶滅収容所へ移送されるユダヤ人たち。1942年3月頃から、ラインハルト作戦によって、東欧の月頭で暮らす。 ユダヤ人たちが続々と絶滅収容所へ移送されて殺害されるようになった。ワルシャワゲットでも1942年7月から9月にかけての第一次移送作戦で約30万人のユダヤ人がトレブリンカ絶滅収容所へ移送されて殺害されている。この移送作戦が終わった時点でワルシャワゲットに残っているユダヤ人の数はせいぜい7万人だった。 うち半数は登録されていたが、もう半数は隠れている者たちだった。ゲットの多くの部分は空になってしまった。第一次移送作戦の最中の1942年7月28日に、はしょめる初アイル、ハボーニム、ドロール、ブネーアキバなどゲット内の左翼シオニスト青年組織が会合を開き、ユダヤ人戦闘組織の結成で合意した。その司令官には、 ハショメルハツアイル指導者アニエレビッツが選ばれた。しかしこの時アニエレビッツはワルシャワを脱出してザグレビーで任務中だったため不在だった。9月にアニエレビッツがワルシャワゲットに戻り組織を指導するようになると武装放棄の準備が本格的に開始されるようになった。国内軍などゲット外のポーランド人レジスタンス組織と接触を図り 武器を仕入れようとしたが、ポーランド人の間にも反ユダヤ主義は根強く、大金を積んだにもかかわらず彼らがくれたものは、拳銃十丁だけだった。結局機関銃など主力となる武器は、ドイツ軍から武器を盗んだり購入したりした、仲介人から購入することになった。ユダヤ人戦闘組織は彼らが、退読協力者とみなしていた、ユダヤ人評議会とユダヤ人、 月頭警察に対するテロ活動から開始した。月頭警察長官、ヤーコプレイキンやユダヤ人評議会経済局長、イズラエル・フィルストなどを暗殺した。これによりユダヤ人評議会と月頭警察の月頭内における威信は大きく低下した。1943年1月9日に SS 全国指導者、ハインレヒ・ヒムラー自らがワルシャワーを訪れた。 まだ4万人のユダヤ人がゲットにいることを報告されたヒムラーは、さらに8000人のユダヤ人を移送するよう命じた。ヒムラーの命を受けて、SS 警察部隊は1月18日から第2次移送作戦を開始した。これにより6500人のユダヤ人が移送され、1171人のユダヤ人が殺害された。この移送作戦の際に、アニエレビッツは、 小グループを率いて武装抵抗を起こした。この武装抵抗によって数名のドイツ人の殺害に成功したがすぐに応援が駆けつけてきたため武装抵抗したユダヤ人たちは小さな家屋に追い込まれてそこでほぼ全滅した。しかしアニエレビッツ自身は奇跡的に脱出に成功している。この抵抗運動はこれまで 武装抵抗に懐議的だった月頭住民からも高く評価された。彼らは第二次総作戦が最初と比べて小規模で済んだのはドイツ当局が抵抗運動に恐れをなしたからだと考えた。アニエレビッツとユダヤ人戦闘組織の権威は急速に高まり、それは月頭内で一種の革命政権となった。一方ユダヤ人評議会はますます権威を落とした。 ユダヤ人評議会議長、マレク・リヒテンバウムは、ドイツ当局からの命令に対して、私はもはや月頭内に、何の権威も持っていない。権威を持っているのは別の組織だ。それは、ユダヤ人戦闘組織だと答えている。ユダヤ人戦闘組織は、ドイツ当局がいつ月頭住民移送を再開しても、武装抵抗を起こせるよう準備を開始した。 ユダヤ人評議会を脅迫してその予算を吐き出させ、また、月頭住民の富裕層に高い税金を課すことで、資金を集め、それを武器購入費用に充てた。一般の月頭住民が隠れ家を作るのに、奔走していた1943年1月から4月の間、ユダヤ人戦闘組織の戦闘員たちは、戦闘訓練に明け暮れていた。ワルシャワに立つ。 ゲットを英雄記念2日。中心に描かれた人物が、モルデハイ・アニエルビッツ1943年4月18日、ドイツ軍が武力鎮圧に出るという知らせが、ワルシャワゲットに届いた。アニエルビッツ以下、ユダヤ人戦闘組織は、旧しらえで要塞に改築された地下室に立てこもり、ドイツ軍襲来に備えた。4月19日に、 ワルシャは新衛隊及び警察指導者代理、フェルディナント・フォン・ザンメルン・フランケネック、SS 上級大佐率いる SS、警察部隊が数台の戦車、装甲車、火炎放射器、大砲などを持って、月頭内に侵入してきた。ユダヤ人戦闘組織は、火炎瓶で戦車の足を止め、SS 兵たちに銃撃を浴びせた。さしたる困難が生じるとは思っていなかったザンメルン。 フランケネックはこれに驚いて、ゲットーから部隊を撤退させた。ザンメルムフランケネックに代わって、ユルゲン・シュトロープ・ SS 少将が、新しい指揮官に就任し、彼の指揮のもとに、SS、警察部隊は再びゲットーに侵入してきたが、機関銃によって、これを撃退し、SS、警察部隊は再度ゲットーから撤退することとなった。 しかし勝利はこの日だけであった。続く数日間の市街地戦で、シュトロープは、ゲットーの建物や通りをすべて焼き尽くす、焦土作戦を実施し、ユダヤ人戦闘組織は、地下号へ追い込まれていった。地下号の環境は劣悪であり、また SS が、地下号に、ガス弾を投げ込んできたため、苦しい戦いを強いられた。それでも SS は3日間で鎮圧する、予定であったところ、 ユダヤ人たちは勇敢に戦って1ヶ月も持ちこたえたのである。アニエレビッツは4月23日に副司令官の逸白つけるマンに当ててこのような手紙を残している。何と言えばいいかわからないが夢にも思わなかったことが起きた。ドイツ軍が2度もゲットーから逃げ出したのだ。すごいことが起こったものだ。大事なのは我々が思い切ってやったということなのだ。元気でな。 いつかどこかで会えるだろう。自分にとって何が一番大事かといえばずっと夢見て来たことが実現したことだ。私は戦うユダヤ人の勇姿をこの目で見たのだ。1943年5月8日、三輪18番地のユダヤ人戦闘組織本部地下号が SS 部隊に発見されて攻撃を受けた。アニエレビッツはここで戦死した。24歳だった。 宿モルデハイに立つモルデハイアニエルビッツの記念碑1944年にロンドンのポーランド亡命政府はアニエルビッツにポーランドの最高先行勲章である勇敢軍事勲章を追蔵した。イスラエルの器物の宿モルデハイは彼の名前を由来としており彼の記念碑が建てられている。ありがとうございます。